こんにちは、まーです。グラサマやっていきたいと思います。はい、ということで今日なんですけども、この間のね、アプリアップデートでですね、新機能追加ってことで、図鑑ボーナスっていうのがね、追加されたんですよ。で、私まだね、それを全然触ってもなければ受け取ってもないので、ちょっとね、こう、ぜひ、まあ、新機能記念にちょっと、動画に収めたいっていうのと、まあ私みたいなね、こう怠け者はどれだけの報酬をいただけるのかなっていうのをちょっとね、皆さんと見ていきたいなと思います。多分ね、お前全然やってねえじゃんみたいのがね、バレちゃってね、ちょっとね、恥ずかしいなと思うんですけど、やっていきますか。街から、あ、ここだね、右上の神殿。で、図鑑。お、ユニット図鑑。はぁ、なに？こっから地道にやっていく感じ？で、図鑑ボーナス。はぁ、なるほどね。はい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 。なるほどね。はい。ちょっと、すごい、あれだけど。あ、ダルギオンなんか、あ、そうだよね。かぶったキャラはさ、自然と、なんだろう、ごとつされるからさ。これでもさ、全部さ、下が虹になったら気持ちいいね。よいしょ。このボーナスを、こう下にさ、6とか出てるじゃん。これがさ、どれだけ埋まってるかってさ、結構さ、キャラへの愛が、これ分かっちゃうんじゃない？そんな気がする。まあ、ガナンはもうラックマキャラ。ソフィーもそうだけど。あ、でも、あ、そうだよね。私ソフィー全部虹色だもんね。あ、10。で、こういうラックマキャラは、クエストにも結構連れてくので、ね、報酬も割と、そっか、そう考えると、ラックマキャラですごい使ってるやつの方が、なんだろうな、キャラ愛というよりも、この報酬が大きくなってるのかもしれないね。え、ゾルダス、意外と、ああ。こととしてるからか。連れてった覚えないからね。ダルギオンかな。いいですね。あ、10。リオネ結構使ってるね、私ね。あ、紋章を持ってるからか。なるほどね。前ね、紹介した通り私ね、紋章がついてるキャラがあまり多くはないので、紋章をつけるのにさ、それこそさ、すごい周回とかするじゃないですか。それもクエストの回数にさ、当然含まれるって考えたら、まあ、なんだろうな。やっぱりこう、理にかなってるのかね。うんうん。なるほどなるほど、いいですね。ピエンツ、これさ、一番右のあれはラックマのだよね。そうだよね。あの下の虹の部分ってさ、レアリティレベル幻突プラスラックだね、きっとね。なるほど。ペリック。来ると。いや、これさ、なかなか地道だね。
かなか地味な作業が今動画越しに送られてるので、ちょっと皆さん見苦しかったらごめんなさい。今んとこ10かな最大ね、合ってる？なんか10が多い気がする。もうさ、8月もさ、もう中過ぎちゃったじゃないですか。で、北海道はね、あのもうね、お盆過ぎたら涼しくなるとこう言われてるんですよ、昔から。だからまあ言うてもまだ暑いんだけど、やべ、これ全然育ててないのバレるね。言うても暑いんだけど、お、待って、11来た、11来たよ。何、星を持ってるからか。え、待って、クエストクリア回数なんでゼロなんだろう。あ、そっか、クエストクリアの回数ってあれだっけ、アップデート後からのカウントだったっけ。確かそうだよね。びっくりした、めっちゃ行ったよと思ったけど、いや今までのもな、カウントしてくれたらね嬉しいんだけど、まあめんどくさいよねきっとね。じゃあ私ほぼ10かも。そうでね、そうだからね、お盆過ぎたら涼しいって言われてるんだよね。まだまだ暑い日は続いてるんだけども、やっぱさ、こう本州とかさ、そのね、そっちの方はさ、全然多分、いやまだ全然暑いわみたいな感じだと思うんです。きっと9月とかなってもね、暑いだろうし。でもね、北海道はね、それがまあ短いので、だからもう夏も終わりだなっていう感じですね、気持ちとしては。でさ、今年はさ、なんかこう夏といえばさ、外でなんかこういろいろ遊ぶのがこう、なんだろうな、夏の楽しさなのかなって思うんですけど、やっぱこうね、こんなご時世になってしまったので、いろいろイベントは中止、外でマスクをねせざるを得なかったりとか。今ってさ、やっぱさ、こうマスクをしないと入れない店とかもね、あるわけじゃないですか。ちょっと待って、ボックス14だよ、14、あ、あー、そっかそっかそっか、あれだ、最近このアプリ更新やってからボックス結構連れてってるからだね。そう、だからなんかね、暑いじゃないですか、まあ正直マスクって。ただまあ私はそのなんだろうな、仕事上ね、年中無休マスクをしているので、あの仕事場でね、まあだから、まあ、まあそれもね、外でするようになったっていうだけのね違いではあるんだけども、やっぱね、外だとさ、こうよりね、こう日光も浴びるしさ、暑いよね。まあ言うてもね、まあ、しょうがない時代なんですけどね。それに今ほら、え、待って、なんかゆうすけ全部虹って嬉しいね。でもその今ほら、こう クールなマスクみたいのもさあるみたいだしさ、なんかこうなんていうのかな、洗って再利用みたいなさのもあるからね、まあまあまあって感じではあるんだけど、たださ、こうこんなこと言っちゃあれだけどさ、ぶっちゃけね、ぶっちゃけさ、こうマスクにそんな高いお金払いたくないよって思うじゃん。だからなんかこうね、嫌な時代になったよね。でさ、最近さ、いやすげえどうでもいい話してんだけどさ、大丈夫かな。何この動画、需要ある？
なんだっけ、そうレジ袋がさ有料になったじゃないですか。でさ、もう結構どこもかしこも有料じゃない。その薬局とかもそうだし、コンビニもそうだし、なんかなんていうのかな、あのコンビニ、なんかねスーパーとかは今までもなんだろうな、有料になる前からレジ袋じゃなくてなんだっけ、エコバッグ持ち歩いてたから、なんていうのかな、まあまあそんな気にならない買ったんです。まあその徐々に袋が有料になってきてたからね。ただその本格的にみんな有料ってなったらさ、コンビニも有料になったじゃないですか。だからさ、私さコンビニでさ自分がさエコバッグ広げてるのがさすごい違和感でさ、いや今ね図鑑ボーナス受け取ってたらね落ちたの、ゲーム、びっくりした。え、そんな仕様なの今バグ不具合かな。ちょっと続きから回収していくよ。はい。そうで、何の話だっけ。そうでさ、本格的にレジ袋が有料になってから、そうコンビニも有料で、でさスーパーはさちゃんとさこう、まあ、エコバッグとかさその袋にさこう入れる場所があるじゃない、お会計終わった後にさ。でもさコンビニはさそういう感じじゃないじゃん、そんな場所ないじゃん。だからさコンビニで例えばちょっと買いすぎちゃった時とかね、なんかこうお会計もして、袋にも入れてって、なんか入れてくれる優しい店員さんもいたんだけど、いやすごいめんどくさいし、後ろに人待ってたらさなんか焦っちゃうじゃん。いやごめんなさいって気持ちもなるしさ、何も悪いことしてないのにねだからなんかさ、やだ、わかりますこの気持ち。でなんか職場にそのお昼お弁当買っていくこともねたまにあるんですけど、なんかさやっぱさ袋に入れるじゃん、大体そのゴミとかをさその買った時の袋に入れるじゃん。でも入れるのないっていうのがさ、もう自分で結局ねポリ袋みたいのさ、あの私は持ってったりするんですけど、なんか結局ゴミ出してるよねいやまあ減りはするんだろうけどさ、結局やっぱさプラゴミ、そのねなかなかね削減って難しいよね。まあでもされるのかな、そこまで強制的にやればさすがにね多少は。でその最近ね、そのレジ袋有料化に伴って何だったかな、エコバッグ詐欺みたいのが出てきたんだって。ん？違うな、エコバッグ万引きだ、エコバッグ万引きっていうのが出てきたらしくて、なんかさほんとさ私思うんだけどさ、悪いことする人ってさほんと次から次へとさよう考えるよね、すごいと思う本当に。よくこうさ時代の流れに合わせてさ、まあその転売ヤーとかもそうだけどさ、本当よくぞね次よ次の手をさこう対策を講じてもささらにまたなんかしてくるわけじゃん。だからもうさある意味さ、ああ言えばこういう人間みたいなさすごいなって。そのねポン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 思いつく悪知恵をね、ほんとね前も言ったと思うけど、なんかいいことにね生かしてくれたらねすごいいいんじゃないかって思うんだけどね。どうですか悪い人たち悪い人この動画見てないと思うんだけどさ、だからさすごいなと思って。だからそのエコバッグをまあその今持って買い物するんだけど、レシートはね捨てない方がいいって言ってました。じゃないとね、なんかそのエコバッグとかその商品入ってたらなんかお会計してないでねなんか持ち歩いてると思われることがねあるんだって。だからねレシートそれでなかったらさ、ほら証明ができないじゃん、そんなことしてなくてもさ。でさそんなのでさなんか証明できなくてさ、
そんな疑われるのも腹立つからさ、やっぱ持ってるしどうやって感じで、レシートはね持っといた方がいいらしいので、皆さん持っときましょう、レシートね。やな時代になったよね、そういう意味ではさ。いや本当言う言葉ばっかさいんだけどさ、だってね、いやレジ袋有料になったからエコバッグ持ち歩いてるだけなのにってなるじゃん。犯罪者にさ疑われるんだよ、もう苦痛じゃない、もう絶対嫌だと思って、そればっかりはちょっとねイラッとしちゃいそうだもんね、はぁってなりそうだから。でもさレシート持ってないとさ、はぁって言ってもさお前がはぁみたいになるかもしれないから、やっぱねレシートはね取っとこう、取っとこうみんなっていうね。これほんと何の動画なんだろうね。でもさこんなに時間かかると思わなかったんだよね私、図鑑ボーナス全然触ってなかったっていうのもあるんだけどさ、すごくないこのコツコツ感、やばくない、もう何を何個ぐらい受け取ったのか知らんよ本当に。ただのなんかグラサマにも何も関係ない雑談動画になっちゃったじゃんね。あとちょっとかな、もう闇まで来たからね。これってさ最終的にはさメールに行くのかな、どうかな。でもやっぱりこうあれだね、クエストにめっちゃ連れてったりするとより恩恵が、そこでの恩恵がね一番大きいのかなと思うので、育成してその後こう紋章回るでもいいし、ラック、まあ、キャラ集めるでもいいしって考えたら、やっぱよく使うキャラっていうのがねすごいこうまあ得をするというか。だからさ私の場合さマジさハークとかさ使わないんだけどって感じなんだけど、この図鑑ボーナスのためにちょっともうハークに日の光を浴びせさせようかなみたいなさ、そういう気持ちにもそのさせてくれるアップデートってことだよね。いやまあ、あんまならんけどさあんまならんけどね。まあでも最低育成はしようとかさ、このクエストに連れてかなくてもね、まあそういう風には思える素敵なアップデートなのではないかなと思います。ただまあこのねアップデート後からのクエスト回数のカウントになるのでね、そこは皆さん気をつけて、まあ、気をつけようがないんだけどやっていきましょう。でもラックマキャラがやっぱ一番儲かるかもしれんな。儲かるの意味が分かんないけど、よし最後トグロさんで終わりかな。オッケー受け、え、なんでまたびっくりマークついてる、え、誰か逃してる、私忘れてますか、え、みんな忘れてる人いる？私？ん？これ何？みんながみんなびっくりマークつくわけじゃないのか？え？どうしよう？全然盲目すぎてわかんない。ちなみにモンスターとかはないもんね、当然。あ、でも消えないね。これバグかな？なんか、ちょっと、なんとかのキャラ忘れてるよとかね、あったらぜひ、コメント欄で教えてください。バグならバグでいいんですけど。で、これを最終的に、メールに来てる？あ、違うね。はい。ということで、今ね、
どんだけ何が増えたのかっていうのが全然分からなかったんですけど、最後にメールで来るのかなって思ったけど、もうがっつりね、受け取り、まあ受け取りって書いてるからそりゃそうだよね。ただね、石も結構増えたのかなと思うので、恩恵をね、ぜひあると思うので、クエストに行かなくても最低なんだろう、最高レアリティにしてレベルマックスにして、タス振ってプラス振って、そのなんだ5凸、うん、っていうのを割いて、まあ5凸はね、ガチャゲンだとこうみんながみんなできるわけじゃないかもしれないけど、まあこうかぶったりとかでね、凸が増えることも結構ありますし、あとは紋章かなね、紋章をつけるっていうところかな。あとはもうね、ひたすらクエストに連れてくっていうのしかないので、まあその辺のね、育成、全然愛着のあるキャラからでいいと思うので、やってったらね、結構な恩恵が私みたいな怠け者でも受け取れたので、ぜひね、皆さん育成を頑張っていきましょう。ただ間ね、こうまあ今最初だったからね、一人一人受け取んなきゃいけなくてだるかったけど、まあこれがちょこちょこだったらまあまあまあ大丈夫かもしれないね、うん、はい、ということでね、だいぶね長くなって、ただの雑談動画だったんですけど、新機能のね図鑑ボーナスを受け取ってみる、ただそれだけの動画でした。はい、ということでね、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。